ハロー、めぐっぺです。この時間は学校では教えてくれない英語の面白いネタをめぐっぺが紹介します。さて、今回はリスニングクイズをお届けします。噛んだ。しっかり聞いていたはずなのに聞いてるうちに最初の部分を忘れてしまったというのは英語に限ったことではありませんよね。聞いてるようで全く聞いてないっていう人も いますからね <laughs> このリスニングクイズでは短い英文の中で内容を正確に理解できているのか試されます話の核となるキーワードをしっかり押さえることが重要です是非最後までお付き合いくださいまたこのチャンネル「めぐっぺのチャンネル」を気に入ってくださった方は是非チャンネル登録をお願いします新しい動画やトークを逃さないためにも通知のベルをオンにしてください では、リスニングの問題をチェックしましょう。これからめぐっぺが英文とその文に対しての問いの文を読みます。シンキングタイム10秒の間に、それぞれの英文に対して正しいか正しくないか、true or false、および正しくない false の場合は何が正しいのか、自分のとこでいいので言ってみてください。 次の問題に移る前に回答と解説をするので一緒に確認してくださいね。問題は全部で5問です。まずはこちらの問題から。Question number 1まずは最初の文を読みます。She competed in the marathon and finished in second place. 問題さあこれは「true」か「false」かどちらでしょうかでは答え合わせです答えは「false」 false でした。はい。ね。あの、false の音がちょっとブブーなんで紛らわしいんですけども。はでは、最初の文から確認していきましょう。she competed in the marathon and finished in second place.she competed in the marathon and finished in second place. で、これは、彼女はマラソンに出場し、2位でフィニッシュしました。2位で終わりました。ということなので、 え、ね、問題文は、s 1位で、1位でという風になっていたので、答えは、false、false でした。compete、これは競争する、争うという意味の単語ですね。compete in で、何かの競技に参加するという,ような意味になります。マラソンはロードで実施される種目ですが、 他に労働で実施される種目には、競歩がありますね。競歩は英語で、race walking, race walking というそうですよ。では、続いての問題です。Question number two では、最初の文を読みます。They will host the basketball game at the new stadium downtown. They will host the basketball game at the new stadium downtown. Mondayi, the basketball game will be held at the old stadium, true or false. The basketball game will be held at the old stadium, true or false. Sakonoa 8. はい。では、答え合わせです。正解は、False!False でしたはい。では、最初の文からもう一度見ていきましょう。They will host the basketball game at the new stadium downtown。この文は、彼らはダウンタウンの新しいスタジアムでバスケットボールの試合を開催しますという文でした。が、問題文は、 The basketball game will be held at the old stadium. ということで、old ですね。new が old に書き換わっていたので、答えとしては false でした、はい。ちなみに、パリオリンピックでは、バスケットは5人制のバスケットボールと、あとは3人制の 3x3 かなが実施されるんですね。はい。 Question number three. では読みます. He practices swimming every morning at six a.m. He practices swimming every morning at six a.m. 問題. He practices swimming every morning at six o'clock. He practices swimming every morning at six o'clock. True or false? さあどちらでしょうかよいしょはいでは答え合わせです正解は True True でしたはいこの問題は「true」でした。 では最初の文をもう一度読みます。彼は毎朝午前6時に水泳の練習をしています。という文に対して問題文が。He practices swimming every morning at 6ということで、am を oklock くくに書き換えただけの文なので答えは true でした。はい。しっかり聞き取れたでしょうか Question number four. The gymnast performed a perfect routine on the balance beam. The gymnast performed a perfect routine on the balance beam. The gymnast performed a perfect routine on the uneven bars. True or false? The gymnasts perfect routine on the uneven bars, True perform uneven false. True False on a bars. or さあこの文はははかかかどちらでででしょうか、はいでは答え合わせです。正解は「FALSE」。 ファウスでした。ブブー。はい。では、最初の文からもう一度見ていきましょう。The g y m i n i n e s performed a perfect routine on the balance beam. で、えー、体操選手、その体操選手は平均台で完全な演技をしたというような意味の文でした。が、聞き慣れない単語が結構出てきてましたね。まず、えー、on the balance beam の バラ,バランス、バランスはバランスのことですが、ビームね。このバランスとビームで平均台という意味なんですね。はい。いまいちピンとこなかったかもしれません。で、えー、対する問題文の、えー、uneven bars.uneven b bars a これ、前回の文法クイズでも紹介してたんですけどもアンエイブン b ーズは段違い平行棒のことを指します。 こうした器具の名前ね、なかなか難しいですよね。ちなみに、ビーム、ビームっていう単語は、これ光線とか、いわゆるビームの意味もありますが、角材とか、竿の意味もあるんですね。まあそこから平均台の意味につながっているということですね。あと、えー、ルーティーン、ルーティーンといえば朝のルーティーンとかね、日課という意味で 使うイメージがあるかなと思うんですが、このルーティーンはダンスなどの決まった型、決まった動きという意味もあるそうで、ここでの Perfect Routine は完璧な動作、動き、つまりは演技をしたということなんですね。ね、ちょっと面白いな。では、続いての問題。ラスト問題です。Question n five。では、読みます。 Our team won three gold medals in the last Olympics. Our team won three gold medals in the last Olympics. Monday. Our team won two gold medals. True or false? Our team won two gold medals. True or false? yo はい。では、答え合わせです。正解は、False!False! でした。False! です。では、最初の文、もう一度読みます。Our team won three gold medals in the last Olympics。私たちの、我々のチームは、前回の、in the last, 前回のオリンピックで3つの金メダルを確認しました。という文だったんですが、問題文は、 Our team won two gold medals. で、最初の文が3だったのに対して2に数字が変わっていたので答えは false。false でした。はい。ということで、今回はリスニングクイズをお届けしました。全部わかりましたかねえ、このようにですね、オリンピック開催中はオリンピックにちなんだ問題をいろいろと 出します。はい。他のね、話題もオリンピックに無理やり引っ掛けた内容に <laughs> しておりますので、はい。そちらもぜひ聞いていただきたいと思います。以上、めぐっぺでした。このトークが良かったら、いいねをお願いします。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてください。では、次回も聞いてね。またね。